モジラパブリックライセンスは、モジラファンデーションによって作成された、フリーソフトウェアライセンス、オープンソースライセンスである。MPL は修正 BSD ライセンスと、GNU ゼネラルパブリックライセンスのハイブリッドと EL ライセンスで、プロプライエタリとオープンソースの間のバランスを模索したものとなっている初期の1.0から1.1、2.0と2度の改定を経ており、2012年1月に、 発表された2.0では、ライセンス分の簡素化、他ライセンスとの相互運用性の向上、特許保護を盛り込むことによる、コード貢献者の権利侵害からの保護などが行われている。MPL2.0 はモジラ Firefox、モジラ Thunderbird ーーをはじめとする、モジラソフトウェアで利用されている。また、AdobeFlex やリバオフィス4.0以降にも利用されている。以前のバージョンである。 MPL1.1 は Common Development and Distribution License のようなソフトウェア企業による派生ライセンスに広く用いられている。MPL は Free Software 財団による Free Software License、Open Source Initiative による Open Source License の両方の承認を受けている。MPL でライセンスされたソースコードは他のライセンスで保護されたファイルやプロプライエタリな ファイルと組み合わせることが可能であるが、MPL で保護されたコードは、永続的に MPL でライセンスされ続け、ソースコードの状態で利用可能であることが求められる。これは、MIT ライセンスや BSD ライセンスにおいて派生物をプロプライエタリにすることが可能なことや、GPL が派生物すべてを GPL でライセンスすることを求めていることと、 比較した時の MPL の大きな違いである。プロプライエタリなモジュールはプロプライエタリなままで、それ以外のコアモジュールはオープンソースを維持できることから、MPL はソフトウェア企業、オープンソースコミュニティ双方での利用が容易となっている。特許を含まない場合、MPL でライセンスされたコードの利用、改変、再販布を自由に行うことができる。 特許で保護されたコードの場合には、利用、譲渡、販売は可能であるが、改変は特別な許可がない限り認められない。また、MPL では、非許諾者に対して貢献者の商標に関する権利は、何ら付与されない。MPL の利用条件を遵守するために、非許諾者には、主に再販布に関する責任が要求される。非許諾者は、MPL で保護される。 ソースコードすべてに対するアクセスあるいは提供手段を確保する必要がある。これは成果物が実行ファイルであったりプロプライエタリなコードと組み合わせたものである場合も同様である。例外は GNU ゼネラルパブリックライセンス GNU レッサーゼネラルパブリックライセンスあるいはアフェロ GPL でライセンスされたコードと組み合わせた場合であり、この場合には MPL の代わりにより厳格な GPL ベースのライセンスを選択することが可能である。ネットスケープコミュニケーションズでは自社製品であるネットスケープシリーズのソースコードを保護するためにネットスケープパブリックライセンスと呼ばれるライセンスを利用していた。NPL には他社から提供されたコードであってもネットスケープの一存でプロプライエタリーに変更できるという情報が含まれており、 これはオープンソースコミュニティからの批判を受けることとなった。ネットスケープの弁護士であったミッチェル・ベーカーは NPL に代わるコピーレフトの理念に基づいた新たなライセンスを用意した。これが MPL1.0 であり1998年に発表された。NPL でライセンスされていたネットスケープのソースコードはすべて MPL で再ライセンスされた。 これにより、ネットスケープシリーズをオープンソースで開発することで、競合相手であるマイクロソフトのインターネットエクスプローラーとの競争を有利に進めることをネットスケープは狙っていた。MPL 1.0の発表から1年もしないうちに、貢献者からのコメントを受け付けた公開プロセスを経て、ベーカーとモジラオーガニゼーションは、MPL 1.0にいくつかの修正を加えた。 MPL1.1 を発表した。この改定では特許の扱いに関する条件を明確にし、マルチライセンスを許容するものであった。これにより GPL や LGPL などより厳格なライセンスを好む開発者からの貢献が期待できることとなった。当初は NPL でライセンスされたコードを再ライセンスすることを意図していた。 MPL であるがオープンソースコミュニティで広く用いられるようになり、MPL1.1 は FSF によるフリーソフトウェアライセンス及び OSI によるオープンソースライセンスの承認を受けた。MPL1.1 はソフトウェア企業などが独自のライセンスを作成する際のひなとされることが多く、またその構造、法的な精密さ、明確な利用条件などは、 後の GPL3 などにも強い影響を与えた。MPL1.1 発表から10年以上が経過した2010年、MPL2.0 のための公開プロセスが開始された。21ヶ月に及ぶ作業により、MPL は簡素化され理解しやすくなり、GPL や、 アパッチライセンスとの互換性が向上し、特許保護を盛り込むことによる、コード貢献者の権利侵害からの保護が加えられた。MPL1.1 に引き続き、MPL2.0 は FSF 及び OSI の承認を受けている。強いコピーレフトライセンスとは違い、MPL でライセンスされたコードはそれ自体が、MPL で保護されている限りは、 他のライセンス下のファイルと組み合わせることが可能である。MPL ではソースコードのファイルごとに MPL 下のコードと他ライセンス下のコードを分けて扱っており、ソースコード全体を MPL でライセンスする必要はない。MPL1.1 では GPL と互換性を保つことができない制限が存在した。MPL1.1 には二次ライセンスに関する規定が存在していたが、 MPL1.1 下のコードと GPL 下のコードを法的にリンクすることはできず、これが FSF が MPL1.1 の使用を推奨しない理由となっていた。これらの理由により、Firefox をはじめとするモジラソフトウェアは MPL1.1 単独ではなく、MPL1.1、GPL2.0、LGPL2.1 のトリプルライセンスで提供されていた。 MPL2.0 は、アパッチライセンス及び特別な留保がない限り、GNU ゼネラルパブリックライセンス2.0、GNU レスターゼネラルパブリックライセンス2.1、アフェロ GPL3.0 及びそれ以降と互換性がある。MPL1.1 時代にトリプルライセンスで提供されていた文字ラソフトウェアは、MPL2.0 単独でのライセンスに順次、切り替えられているが、 モジラアプリケーションスイートなど古いモジラソフトウェアは現在でもトリプルライセンスで提供されている。ありがとうございます。